こんにちは、ゴルフプロの三谷です。今日はドライバーショットを20ヤード、特に200ヤードにちょっと届かない方、特に男性の方で少し年配の方、ちょっと飛ばなくなってきたなと感じる方、さらには女性の方で100ヤードそこそこしかドライバーが飛ばない方、こんな方にですね、もう20ヤード距離を伸ばす、この方法をお伝えしようと思います。このチャンネルではこのように皆さんのためになる動画をどんどん配信してますので、ぜひ高評価、さらにはチャンネル登録もポチッとよろしくお願いします。では早速いきたいと思いますが、ボールが飛ばないというのはなぜ飛ばないか、これをやはり知る必要があるんですが、今日はもういきなりですね、こういうことやりましょうというのを言っちゃいます。で、ボールを飛ばすにはちゃんと、秘訣ではなくてその原理がありますので、それをしっかり理解しましょう。ただヘッドスピードを速めればいいということではなくて、正しくボールを飛ばす、前に飛ばす、飛距離を出す、それにはポイントがあります。で、何をすればいいかというと、もちろん当たる位置がどうとか、そういうのはありますが、クラブヘッドが外側から内側に降りてくると大抵ボールは飛びません。ですから内側から当たってくると、ボールは飛びますので、特に、ポイントとしては、クラブヘッドをいかに内側から下ろしてくるか、この1点につきます。ですからこの一つをしっかりやるために、じゃあどこをどう動かせばいいかっていうのをやってみたいと思います。で、構えはボールが少し左側に来るように構えます。そして、このボールを右側から見た状態で構えてるんですが、これを右側から見てる状態で打ってください。で、外側から来る場合っていうのは上半身の特に上の方、頭ら辺が左側に動いてしまうことが原因だったりするので、右側から真ん中より左側にボールがありますので、右側から見てる感じになりますので、右側から見た状態のままボールを捉える感じ。そうすると、自然に距離は出ますよ。じゃあこれどういう形でそれができるのかということなんですが、構えたら、右から今見てるんですけど、上半身しっかり肩を回転します。で、上半身肩回転した時に右足の上に上半身乗ります。で、そのまま振り下ろします。その代わり、全体が右に残ってしまうと、このまま、チョロみたいな感じになってしまうので、足が右足に残ってはいけません。右足とかかとが上がらない状態ではいけません。必ず上半身は右に乗った感じになるんですけど、下半身はしっかり動かして、上半身が右側に残った感じになれば大丈夫です。ですから、このように構えて、上半身が右に行って、下半身はしっかりと左に乗りながら、上半身はしっかり右にボールの右側から見ている状態になる。そうするとクラブヘッドが内側から降りてきますので、そのまま振り抜かれて、距離は自然に出ます。ですから、250を300とか、女性の方で、今の男性の方ね、女性の方で、180を200とか、そういうことではなくて、ちょっと距離が出ないなと、男性の方も200は飛ばしたいよ、女性の方でも100そこそこしか、なかなかドライバーでいかない方も120とか、130ぐらいまで、まずはしっかり飛ばしていくための方法として構えて、上半身を右側に乗せてしっかりかかとが上がっていくように振り抜きましょうねということです。で、これの延長でさらにボールが飛ぶようになりますが、まずはこれを1つやってみると正しい形に、こうクラブが降りてくるようになりますので、ちょっとやってみてください。このように、正しい知識、正しい原理、正しい動きがありますので、それをちょっとやってみるだけで必ずボールは飛ぶようになりますので、ぜひチャレンジしてやってみましょう。で、特に動きが分からなかったら、ショルダーターン、肩を回転させるドリルがありますので、これをしっかりやってあげると、体の動きっていうのはスムーズにいきますので、本当に3回でも4回でも5回でも、やっていただくだけで変わってくると思いますので、ぜひ、そういう練習も家でもできますからね、ちょっとやってみてください。皆さんの上達、飛距離が、ね、伸びれば楽しくなりますから、頑張ってやっていただくといいかなと思います。では頑張って練習しましょう。さよなら。